listening to Shibuya Cross FM. さあ、本日も始まりましたスポーツグラデーション、メインパーソナリティの三好誠です。この番組は元サッカー日本代表の嵐明さんとともに多彩なトークで色付けしていくスポーツバラエティ番組です。嵐さん、よろしく。何がおかしいですか？はい、もういつもなんか毎月思ってるんですけど、はい、どうぞどうぞ。多彩ですか？多彩じゃないですか。僕この後台風のトークするし、色ついてます。つけましょう。もう白黒の時代終わりです、ね、はい、毎月思ってるんですよ。前だいぶ7年くらい思ってたの、まあまあまあ、ずっと思ってるんですけど7年も、はい、言うてくれません、ごめんなさい。もう7年多彩かなと思って。多彩ですよ。この後ね、台風この間、僕いいですか、一個どんどんいいですか、ちょっとだけ時間もらっていいですか？どんどんすいません、どんどん僕ね、先週宮古島行ってたんですよ、はいはい、で、台風東京に来てたじゃないですか。来てました先週、はい、で、金曜日なんですよね、僕ね、はい、で、金曜日に僕が帰ってこようと思ってパッて携帯見たら、はい、遅延ですせみたいな、遅延ですせ、遅延ですせと出てたんですよ、はいはい、携帯に、はい、何分かなと思って、5分だったんですよ、はい、その時は、その時は、はい、僕は、あ、早いから5分やったらもうちょっと急がんとあかんなーって、うん、はい、空港着いたら、はい、ファッて見たら、うん、それがね、1時間に変わってたんですよ。空港着いたら1時間、はい、5分が60分、5分が60分になってます、はい、まあまあまあ、しゃあないですよね、はい、で、荷物預けて1時間かと思って、うん、お茶しようと思って、はい、エンダーって A&W でね、はい、2階にあるんですけど、はい、お茶してたんですよ、はい、待ってみたら2時間に変わってるんですよ、120分はい、いや、これね、いや、はい、俺はもう全然俺が悪いんですけど、はい、最初から2時間やったら、うん、ちょっと僕もうちょっと行きたいとかあるじゃないですか、はいはいはい、宮古島やからね、はい、でもこうちょっとずつの段階をちょっと上げていかれるとね、うん、まあ、ね、仕方ないですよ、はい、それは仕方ないです、天気ですから、はい、ね、そのね、気候との戦いですから、そうですけど、はい、なんか2時間あったらもっとこういろんなとこ行けたし、うん、ちょっとなんかステーキでも食べて帰ろうか言うてね帰ってこれるわけじゃないですか、食ね、食ね、はい、はい、まあまあまあ台風ね、うん、だから今の時期行くのが悪いんですよ。だから僕が悪いんです。だからあなたが悪いんです、はい、僕悪かった、あなたが悪いんです、はい、僕だから来週から台湾なんですよ。あら、これがまたなんか嫌な予感がもうずっとしてて、うんうん、今ちょっと台湾がね、台風の影響でちょっとこうガチャガチャってなってるみたいなんで、うん、そうですね、来週また台風来たらもうだからね、9月はどこも行ったらあかんっていう決断で言ってるじゃないですか。で、去年ね、僕またね、絶対どっか行ってるじゃないですか、どっかしら行ってるじゃないですか失敗しましたね、はいはい、だから来月も期待してます。あ、お願いします、この話ね、そういう台風文句ね、台湾のね、これ航空会社への文句じゃないですかね、台風への文句ですからね、でしょ、はい、だ、気候ですよね、そう、気候に対する文句、そうそうそう、もうしょうがない、それはもうこの時期にどこも行ったらあかんってね、はい、だ、文句じゃないですよね、はい、あ、そう、文句じゃないですよ、はい、ただなんか感想、感想ですね、意見ですね、はい、わかりました、そうです、ありがとうございます、よろしくお願いします。さあ、そして本日アシスタントです、はい、さあやと申します、よろしくお願いします、お願いします。韓国行ってたんでしょ、だから韓国行ってました、逆に、はい、え、なんかえらいことにならなかったんですか。ちゃんと飛びましたよ。え、でも同じ時期だでしょ、大体、はい、だしょでしょだしょ、なんかね、うん、え、飛ぶの飛んで、ちゃんと着陸もしました。いや、飛んでますよ、うちの奥さんもね、行ってたんでしょ、ね、飛んで、ついてますよ。あ、そうですか、はい、なんで俺の宮古島だけいつもこんなおかしいのか、帰りも飛んで、ついてますよ、ね、ちゃんと飛んで、大丈夫ですよ。お土産買ってきてくれたんですか、奥さんたちが。え、お土産買ってきてくれたんですか。お土産は、何かしら買ってきました、はい、あ、そうなんですか。何しに行ってたんですか、あの、え、あの、親子は。いや、なんか買い物、買い物に韓国に行く、はい、どんなリッチな家なの。いや、わかんない、だから2人だけで行ってました。え、誘わ、あ、そうそう、誘われる、いや、誘われるんですけど、おう、ちょ、まあ、いいです、これ意見言って、あ、どうぞどうぞ、文句じゃないですよ、はい、誘われるんですけど、はいはい、別に何が楽しいかなっていう、逆に聞きたいんですよ。それ韓国に対して。あ、韓国に対して、あ、はい、だから僕は観光で行ったことがないんで、まあ、試合ではあるでしょ、はい、試合ではあるんですけど、観光で、はい、だから例えばミョンドンとかあるじゃないですか、はい、いろいろと、はいはい、何が楽しいのか。いや、確かに男性はちょっと違いますよ、うん、なんかこう女性はもうこう化粧品やらなんやらやれ、注射打つやらね、あんなありますけど、うん、ヒアロンさんとか、いや、そうそう、ほら、韓国料理とかあるじゃないですか、はい、料理だったら別に新大久保とかいいじゃないですか別に、いや、そりゃそうや、よくないですか、そこで収まるでしょ。だ、なんで韓国に行くんだって。それ奥さんに言うんですか、なんで行くねんみたいな。いや、言いますよ、なんで行くのって言ったら、買い物とかそういう雰囲気とか楽しい、まあ、楽しいみたいですか。まあでも楽しく、僕もじゃあ来月行ってきますから、今度は。どこに。韓国。え、そうです、僕来月は韓国、美容、僕だから美容したいんですよ。韓国どこに行ったの。プサン、ミョンドン、ミョンドン、プサン、なんでプサンに行くんだ
明洞だから美容師さん、ちょっとシミとかできてきてるから、うん、整形したいんですよ、うん、整形ね、はい、整形ね、さあ、そして本日のスペシャルゲストで、はいはい、河野健一さんです、お願いします、よろしくお願いします。いやいや、チームが関東リーグ進出、関東リーグの予選、予選ですね、予選に、はい、決まったということで、はい、はい、ありがとうございます。千葉で首位、まあ、昨日優勝して、優勝しましたよ、はい、だ昨年出れなかったね、あの思いが実りましたから、はい、そうですね、こっからでもね、こっからが大変なんですよ多分、うん、そうなんですね、この1年せっかく頑張ってきたものが、はい、ピョンって一瞬で水の泡とかす、はい、っていうことですからね。そうですね、だから関東大会で上位16チーム中2位に入れないと16分の2ですから大変ですよ。そうなんです。これですよ。やっぱねえ、宝くじ当てるより大変じゃない。いやいや、本当難しいと思いますよ。マジで。ですよね。しかも、え、何回勝たないと。あ、3回です。3回勝って決勝まで行ったらなんです。はい、まあ、こちらでいつも応援されてる渋谷シティさんが、はいはい、あのね、はい、上がることっていうか、あの予選行くこと決まりましたから、はい。はい、一緒に戦うんで。いや、そうなんです。だから僕どっち応援したら。どっちを応援するんですか、あなたは。それはもうここでは千葉って言いますけど、はい、来週の番組ではそれは渋谷って言いますよ。今日もいや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 、でもいや僕でもね、そのお仕事の依頼があって、はいはい、一緒に行くんですよ。あ、そうなんですか。そうだから応援とピッチリポーターじゃないけど。え、待って、それは何、こうバスとか。バスとかで。で乗るの、乗るんすよ。でバスの中で喋ってくれって言われて、まあ、ここから1時間、千葉まで1時間ちょっとじゃないですか、はい、その1時間の間、スポンサーさんとかの家族とかを乗せたバスの中で、ね、僕が皆さん今日はみたいな。すごいですね。もうなんかその時点でちょっと負けてます、ね、いや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 、僕声では負けませんから。そうですね、そうです、そうです、はい、天井員的なやつ。そうです、そうすごい。そうなんです、すごいですね。そうで、ユニフォーム着てで、ちゃ、ね、はい、でちゃんとが、まだ決まってないんですけど、ちゃんと作るんですって。でバスの中で、そう、練習するのね。そうそう、みんな練習して、すごいですね。いやいや、そんなチームには負けられないです。いやいや、だからね、はい、盛り上がりがすごい。いや、だからもうここでもうバチバチのあれが ね、 そうですね、始まってますから、繰り広げられて。でもこういうのは楽しいじゃないですか。はいはい、はい、結構こういう ね、 そうです ね、 ね、こういうのでこう逆に盛り上げていこうみたいなのがありますからね。え、どうですか、いけそうですか。いやいや、それはもう分かんないです。いけるつもりで僕らは用意してますけど。え、でもリーグの優勝って何年ぶり。久しぶりじゃないですか。9年ぶりなのかな。いや、そうですよね。あのうちのクラブって、うん、あの千葉県で一番歴史のあるけど60年の歴史があるんですよ。はいはいはい、だから、まあ、はい、昔は結構強い時代がこうあったみたいなんですけど、うん、まあ、最近はちょっとあのなかなか成績が振るわなかったんですけど、うん、だからまあ久しぶりに、まあ、優勝しました。チームだからいいんでしょ、状況っていうかチームのね、あれが今。あ、だから今期から本格的にあの強化を始めて、うん、まあ、そういう意味では予定通りに、はい、あのうまくこう強化が進んでるっていう。結構人入れ替えましたもんね。そうです、だいぶ選手はあの変わりました、ね、変わりましたもんね、まあ、若手に切り替えて、うんうん、まあ、大卒の選手がかなり多く来てるんで、うんうん、やっぱ動ける選手がいないと、まあ、実績も大事だと思うんですけど、ちょっとこうね、あまりにもこう肩書きだけで取るとちょっと苦戦するチームがね多いって僕は聞いてるんですけどね、うん、どうですか、奈良さん。まあ、だと思います。多分ちょっと、まあ、経験がないんで分かんないんですけど、うん、いろんなこう人から聞くと、はい、やっぱり動けてやっぱ戦えないと、うん、やっぱり名前があってもやっぱそれだけじゃなんかダメだしっていうのはよく聞きますけどね。ちょっとこの後はあの昨日ドイツ戦がありましたから、はい、ね、この話もね、はい、行きたいと思います、はい、ではオープニング曲どうぞ。はい、シホレインボーで Hey You。眼鏡
からは今月のピックアップスポーツです。まずは日本代表ドイツに4対1完勝です。今日本スポーツ界が熱い。いやだからもうねラグビーも、ね、そうですよ、一緒に勝ちましたし、あチリね、でバスケですよ、行きましたよオリンピック、ね、自力で、自力でね、行きました行きました、野球も U18 優勝、いやだからもうね日本のスポーツが熱いですよ。熱いですね、です本当に、特にサッカーのドイツ戦はもう返り討ち、よかったですね、まさかの4対1で、よかったですねとは思えなかったというか、思わなかったですけど、素晴らしい、ドイツ大丈夫ですかっていうぐらいなね、ちょっとドイツが3連敗でしょ、なんか国際試合、そうですね、ね、じゃあ監督が解任と、はい、解任になりましたけど、はい、ちょっとこうどうですか、この今のまあステージが日本代表1つか2つギアが上がったような戦いぶりでしたけど、僕森保監督続投ね一番反対してた人間としてはもう謝らないとあかんなと思って、いや本当に謝ってください、ね、いや本当申し訳ない、あんなチームを作り上げてくるとは思わなかったです。もうだからアウェーのドイツ戦でね、はい、みんな堂々とプレーしたじゃないですか。だからもうアウェーじゃないんですね、ヨーロッパで戦うことは彼らにとってはもうホームに近い、はい、日本で戦う方がちょっとね、はい、こうね移動距離があって大変なのかもしれないですけどね、みんな良かったんじゃないですか。どこにどうですか、やっぱ MVP は富安選手、富安選手も良かったです、遠藤選手も良かったですし、まあ、僕はやっぱりね右サイドバックだったんで、菅原選手が菅原選手ゴールに絡みましたから、背番号も2番でしたから良かったですよ。いやね本当に受け継いでる日本と、だからあの代わりに入ってきた選手もね、うん、しっかり結果出しましたから、うん、浅野選手とかね、はい、久保選手、久保選手、田中選手、谷口選手とかもね、みんな一瞬でねちゃんと点決めて良かったですよ、本当になんかもうすごい、いや僕だから本当ちょっと朝、はい、ちょっと朝早くですね、はいはい、うん、ちょっとこう審査じゃない時間だったじゃないですか、はいはい、だからちょっと朝もうちょっと寝てだから情報入れない で, で, 見, たいですよ、ね、見ようと思ったんですよ、はい、でもなんかもう運命なのか、3時半にパッと目が覚めて、パッと目が覚めて、これはもう見ろということですよね、言ってるんだと思って。じゃあ生で見たんですか。見ました見ました。そうですか、よかった、もう生で見てよかった。いやいや、そうですね、いや僕もだからビデオを撮って朝携帯見ずに見ようと思ったら携帯見てもうたんです。ほんならもうトップニュースがやってもうたと思って、だからあれね結果見るともうダメですね、そうですね、面白くないですよね、はいはい、やっぱりスポーツってだってもうどんだけ攻められてても、もう1点取られてたらその後絶対取られないから、そうですね、だからダメですよ、その携帯触っちゃ触ってダメですね、はい、そうなんですよ、これダメダメダメですね、はい、やってもうたと思って、え、見られました。あ、もちろんです。生で、あ、生で、いやすごい来てたんですか、あの時間、はい、いや、あの一応サッカーコンサルタントなんで、いや、そうそうそう、そりゃそうですよねそっか、そう、え、どうですか、こう勝った勝因というか、いや、ポイントは、やっぱりさっき三好さんもおっしゃってた、はい、そのやっぱり森保さんが続投するのかっていうのは、はい、多分それまではワールドカップ前は、うん、やっぱりチャレンジしなかったりなかなか交代がなかったりとか、そういう采配とかにやっぱりあったじゃないですか。そうです、でもそうです、あのワールドカップ後って、はい、めちゃめちゃチャレンジしてると思うし、そうですよね、だって昨日だって4バックでうまくいってたのに、はい、後半から5バックに変えたりとかね、変えたりとか、はい、どんどんこう選手を変えたり、はい、システム変えたりとか、うん、積極的にやってるのが、まあ、結局いい方向に左右してるわけじゃないですか、うん、まあ、だそういう意味ではやっぱりなんかすごいなっていうか、ずいぶん変わったんだ、ね、変わりましたよね、まあ、それはだからあのそういうのがいい方向になってると思うし、どん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 選手が、あと久保選手とか今すごい調子良かったね、うん、ああいう選手でさえサブですから、ですよねやっぱりもうサブがすごすぎますよね、まあ、残ってる選手だって、ね、あれを先発選手を全員所属チームのエンブレムでちょっと置いたら、とんでもない強豪国ですからね、まあ、実際もう強豪国選手だけの見たら、所属してるクラブだけ見たらもうすごいじゃないですか。そうですよね、だって南野呼ばれてないですからねそうですよね、あれだけ調子いいのに、うん、ただまあ明日がトルコ戦かな。そうですね、そうですよね、はい、まあここもしっかり勝たないと、ここでねまたね、だこういったチームにちょっとね、そうちょっとこう苦労するじゃないですか。わかります、わかります、はい、すごい強豪国にはいい試合して試合するのに一個こうね、うちょっと、はいはい、こう引かれたりとか、はい、崩すとなると、だから勝てるだろうってこう、そうそうそう、みんなこうね雰囲気があるチームにちょっとこうダメなんですよね、苦労しちゃうんで、うん、だこれで本当に解消とかしたら、はい、もう本当にもう新時代が来ましたね、来ます。だからもう明日勝てばアジアカップとか、俺 J のチームっていうか J だけで行っても、アジアカップなんで、ね、やっぱ
そういうのアジアはアジアで違うんですよ戦いが全然ダメあなた全然ダメアジアはアジア全然違うんですよ戦いがアジアは結構厳しく来るから逆に怪我が怖いからちょっとこう B チームじゃないけど行ってもいいんじゃない。あ、間違ったわ。分かってないですか。分かってない。アジアでもやっぱこうあのチームで違うような戦い戦いが違いますか。ワールドカップの二次予選なんかようわからんなんかようわからんだから怒られるな。こうねちょっと難しい戦いになりそうじゃないですか。ある意味強いとか弱いとかじゃなくてどこで試合すんのみたいなところから ね、 そうですねありますから、まあ、でも今度からワールドカップの出場枠が増えるわけじゃないですか。そうなんですよ。だからもう日本が出れないって絶対ないですよ ね、 みたいになっちゃいましたよ、ね、あのドキドキワクワクもなくなるってことですから ね、 ね、だからいいことか悪いことかっていうのはありますよ ね、 ねど、なんかこう中国を出したいんでしょ。うんうん、うん、中国マン、はいはい、まあまあまあね、はいはい、こんなん言うたら知らないですけど、ね、知らないですよ、はいはいはい、ネットで書かれてる話だけですけど、はい、ねえ、ね、はい、いやどうだから今後どうなっていくか年内、まあちょっと大事な試合がもうワールドカップの予選が始まるじゃないですか。だからまあアジアカップもあるんで、だからそこをね、はい、やっぱり優勝しないといけないと思いますし、はい、どう勝てますか。去年だから前回は負けどこで負けたの。どっかに負けたんですよね。アジアカップは決勝で負けたんや。あ、そうです。そうですね。そうカタール、カタールにね、はい、そうですよね。カタールに負けちゃったんで、まあ、ちょっと取り返してほしいな。まあでもね、この間の日本代表見たら勝てますかってもうあれで勝てないわけないみたいな。ないって思うんですけど、まあまあ、そのレベルにはあると思いますよ、ね。そうですね。そのね、ところまでは行ってるからと思うんですけど、でも本当にね、素晴らしいサッカーしてる。いや、本当素晴らしいサッカー、うん、ドイツにまさか 4-1 って、ま、夢、もうね、ワールドカップの時はなんかタイに耐えてっていう部分あったけど、はい、そうそう、今回はもう堂々と、ね、堂々と勝ちましたね。全然ボールポゼッションも大体ね、むしろ日本の方が多かったってね、うん、書いてましたから、堂々としたプレーをね、うん、してくれたんで嬉しかったですね。え、見ててちょっと面白かったというか、生で見てよかった、生で見てよかったと思いました。いやいや、トルコ戦は見ますよ、9時20分。俺、いい時間帯ですか。いや、ありがたいです、これ、はいはい、一番ね、本当いい時間帯。見ます、サッカー、トルコ戦、明日見ます。見ないやん。一番見ない、見るやん。見ますね、ちょっと軽いね、軽い、はい、もう軽い。本当、今すごいスポーツ今日本でいろいろやってるんですけど、はい、何か見てるものありますか。これちょっとニュースとかでも入ってきたよみたいな。リアルタイムでは全部見てなくて、まあまあでもニュースでも入ってきて、はい、見るぐらい。残ってるのあります。ラグビーですか、ね、あとバスケ。あ、バスケね、はい、今回ワールドカップね。ラグビーはやっぱりね、一勝しましたからね。一勝しました。だからあのこう何、第4クォーターぐらいで全部こう追いついたりとか逆転してたんですけど、バスケはね、うん、じゃあ最初からこの戦いしろよっていうのがね、監督すら言ってましたから。なんかありました、初戦でなんかありましたね、はい、こうほら、チケット、あ、そうそうそう、ね、空席がね、余ってますね。皆さんがね、こう声を大きくして大事にしてね、なんなのこれ、ガーッと来たじゃないですか、完売って言っててガラガラみたいな。ですよね、スポーツってやっぱそういう簡単にはやっぱりいかないんですよ ね、 そうね。だよく J リーグなんかでも、はいね、最後のこのリーグの最終戦でこの試合負けた方が降格するっていう試合ってめちゃめちゃいい試合になるんですけど、うん、だったら最初からやるよってね、なるんですけど、やっぱできないんですよ。できない、まあ、人がやってることなんで、気持ちの部分が ね、 ね、ありますから。それだけやっぱメンタルスポーツってことですね。そうですよね。だからいよいよ入れ替え戦。そうなんですよ ね、 ね、メンタル。だから一番厳しいのは、うん、この期間2ヶ月空くんですよ。あ、ちょっとそうですね。そう、これが、これをどうやっぱりこのメンタルを維持して、はい、気持ちを維持して、まあ、試合感とかやっぱりそういうのやる、うん、そこが一番きついですね。リーグ戦はあと何試合のことですか。いや、もう終わりです。あ、昨日で終わっちゃったんですよ、最終戦で。最終戦で優勝が決まったんですか。はい、そうです。あ、そこまでもつれてたってことなんですね。そうです、そうです。そういうことか。そうです。で、入れ替え戦のトーナメントが2ヶ月後、11月の第1週なんで、あ、だから約1ヶ月半以上空くって感じなんで。いや、ここやな、ここですよ、やっぱり。いや、それは渋谷さんも一緒です。そう、いや、一緒ですからね、はい、はい、確かに確かに、みんな一緒ですもんね、みんな一緒ですね。そうです。だから僕らは、まあ、まだリーグ戦が終わってないっていう体で、うん、あの強豪チームと試合をちゃんと組んでって、毎週毎週練習試合もちゃんとね。だからリーグ戦が続いてるっていうふうにしていかないと、気持ちが切れちゃいますかね。気持ちがやっぱり一回落としちゃうと難しい、ね、大変ですね、多分そうだと思うんで。いや、楽しみです。まあ、そこら辺が僕らのマネジメント側の責任っていうか。そうですね、確かに確かに、ね、J リーグはどうですか今。
J リーグほら、あの、はい、ルヴァンがね、ベスト4決まりました、はい、天皇杯のベスト4決まって、いよいよね、こう終盤に差し掛かってますけど、このまま神戸行きそうですか、リーグ戦の方は。そうですかね、そこはもうリーグは全然わかんないじゃないですか。いや、神戸ほら、やっぱ斉藤光希選手がね、はい、やっぱ大怪我しちゃったんで、あれ、ど、まあ見てて、ど、あれはなんかすごい批判、まあ長友選手のやつも批判あったし、はいはいはい、ね、あれは怪我差しには行ってないように僕は見えたんですけど、まあまあ、そうですね、まあいろんなね、こう意見があると思いますけど、あれは無理やりはいけないなっていう感じですけども、よ、3人ぐらいがバーンとね、まあ、ゴール前だったじゃないですか。そうなんですよ、はい、まあやっぱ神戸のチャンスで柏は、うん、ほらやっぱり広角とかいろいろかかってるんで、かかってるから、はい、あれはね、入れさせれないって言っても、はい、体ごと全員がいっちゃったんで、まあ、それぞれのやっぱり言い分は、ね、ありますよね。あれは仕方ないっていう言い方でおかしいですけど、あと長友選手のあの SNS はどうですか、後輩、東福岡と明治の後輩。まあでもそれはもうお互いがいいんじゃないですか、うん、お互いそれでね、報道にしてれば周りがごちゃごちゃ言う、周りがとにかく言う必要はないと思いますけどね、うん、僕は、まあいろいろね、ありますけどね、まあそれがね、こういろんなこう、はい、いい意味か悪い意味 SNS なのかなっていうのは、うん、ね、はい、確かに、まあ、僕も何度も見たけど、あれ、まあ、わざとじゃないんですよ。そう、わざとじゃないんでね、はい、まあ、うちの息子も長友選手と一緒に FC 東京 で、ね、で一緒にやってたんで、はいはい、まあ、長友選手って、まあ、そういうあれをわざとやる、うん、選手じゃないです、ね、膝がいっちゃったと思いますけど、はい、うん、そうですね、わざとじゃないって言いながらも、まあね、だからわざとのように見えて、そういう SNS ですごい叩かれて書かれてましたけど、うん、まあ、僕はまあわざじゃないと思います、ね、なるほど、なるほど、そっかそっか。でもシュートさんが今ね、あれでしょ、イギリスに今ロンドンで、はい、ね、もともとドイツにいたんですよね。あ、去年はドイツで、そうですよね、移籍したということで、なんかね、活躍されてるみたいですけど、もうね、頑張って世界今でもいくつになったんですか。30歳になりました。30歳でしょ。どうですか、いくつぐらいまで。16でプロになって。そうですよね、もうプロ14年目ですから、ね、だってアンダーにも入ってましたもんね。そう、ユージワールドカップとか、ね、ワールドカップね、はい、出てましたからね。すごいですよね。そうか、それこそ今その日本代表富安君たちと仲良く今、うん、ロンドンで、ロンドンと一緒にいるみたいですけど、一緒に遊んだりとかしてるということで富安選手やっぱすごかったですね。そうですね、やっぱあの2人はね、うん、この間の MVP は冨安でしょうぐらいの勢いだった。そうですね、あれはもう完全に、だって前半終了間際のサネのね、うん、スライディングタックル、うん、後ろから来たのに追いつきましたから、ね、いや、すごいですよね、あれで、しっかりボールにいってるし、ね、あのプレーとかもすごいなと思いましたけど、後半もサネ吹き飛ばしてましたね。ね、そう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 からでもサネは1点取ったんでしょ。取りました、取りました。そうですよね、そうですね、やっぱあの試合でサネだけはちょっと、サネだけがやっぱ一番ね、別格でしたね、はい、別格というかね、やってましたけども。そうか、まあ明日ですね、トルコ戦 ね、はい、ね、まあ、そこも楽しみです。なんでそんなに、そういえば焼けてるんですか。それ聞こうと思ったんですよ。そうだね、うん、なんですか。だから今ちょっと、はい、こう東京の、はい、こうとある中学をちょっと今こう指導してるんですよ。はい、毎日毎日じゃないですけど、たまにね、まあ、外部指導して、はい、それが正式に決まるか決まらないかっていう今状況なんで、はい、え、中学って公立じゃなく私学ですか。じゃあ、まあ、まあ私立ですよね、はい、そうなると、はいはい、だそう、外部指導来てくれって言われて行ってるんですか、はいはい、まあ、今行ってて、はい、だからそこでこう正式に、はい、多分もう僕がこう答えを出すだけなんですよ。あ、奈良橋さんが決めるの、はいはい、行くって言って、はい、だ今だからいろいろこう、はい、人数とか、はい、こういるこうスタッフさんの、はい、こう色合いじゃないですけど、はい、関係性とか、はい、で果たして僕が行って、はい、そんなにハマるのかとか、あ、ね、それはあるじゃないですか、絶対に若いスタッフさんなんで、僕が行ったら、うんうん、ハマらないと思いますよ。いやハマらない、俺じゃないとハマらないですよ、ここは。大体分かってきました、はい、そんなとこ行ってもハマらない、ハマらないですか、ハマらない、ハマらない。だからやっぱり指導やってみたいんで。そう、でも中学やりたいって言ってましたもんね。今まであの指導として定期的にやってるのはなかったんですか。一応こうちょっと前に相模原やってたんですけど、うん、まあ、それも定期的ではなかったんで、うん、やっぱ体がこう動くうちにやりたいなっていうのがあるんで、だから多分来月のこの番組でいろいろと多分答えは出てると思うんで、はい、だからそれで答え出たら、はいはい、もう多分来月で僕はもう何言ってるんですか。はい、あのフィニッシュなんで。違う違う、だからそうなったら僕らもこのマイク持って中学まで行きますから。いや、この番組で言いません、はい、
あなたには何も言いません。あなたには名前言いませんから。なんたらちゅうっていうのは。あ、言いませんから。いや、出るでしょ、そら。いやいやいや、もう出さないでくださいって言いますから。いやいや、出ます出ます、もう校長先生に電話しますから。じゃあそこはもう、はい、はい、正式にそこはもう答えが出てる。どうですか、ちょっと今気持ち的にはどうなんですか。中学生って一番教えたいって言ってたところ。やりたいっていうのはあるんですけど。あるんや。まあでもやっぱり、さっきも言いましたけど、スタッフさんのバランスとかが。そこだけですか、そのそこだけです。そこだけなんや、はい、そこはいけるでしょ、別に首にしちゃったいんですよ、気づかなかったら。だからね、長年やってる人たちですよ。で、僕がどこまでね、いろいろ突っ込んでいいのか。難しい、ね、難しいんですよ、それ一番難しいやつや。はいはい、そっか。そうなんです。その中学の誰から来てくれって言われてるんですか。僕そのか、その監督が知り合いの知り合いというか。あ、一個入ってるし。はいはいはい。それなかなか厳しくないですか。僕監督さんに会いましたよ。まあ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 、会って、うん、まあ来てくださいって言われてるんですけど、まあでもスタッフさんもいるんで、難しい。そのポジションはじゃあコーチで行くの。まあ、一応外部だから、付きっきりじゃないんで、そうですよね、付きっきりじゃないからこそ難しいんですよ。そうですよね、まあ、ですよね、はい、どこまで行っていいのか。で、試合も週末全部行けるわけじゃないんで、ダゾーンとか契約もありますしね、はいはいはい、うん、だ そこの難しさがある。それだから向こうからすると、ない来たい時だけ来てんのかみたいなことにね、まあ、か他のスタッフさんは言いますよね、まあ、はい、向こうは毎日ちゃんとね、はい、指導してて、そう思ってる方も、はい、ゼロじゃないと思って、難しいポジションになった、はいはい、その難しさがすごい。まあでも奈良橋明っていう名前があるから、そこのブランドは皆さんね、そのね、コーチたちはやっぱリスペクトしてくれてるんじゃないですか。まあでも結構部員が多いんで、そうなんですか。で、上手い選手もいれば、そんなに上手くない選手もいるんで、逆にだから上手くない選手を、まあ、見させてもらうとか、見た方がうまくかもしれないですね。でも少子化の中の部員が多いってすごいですね。今中学って結構そうですね、みんな部員が少なくて困ってるとこ多いですけど、人数多いんで、すごいですね。強豪なんですか、じゃあ一部のチームっていうのは。こう結構一軍っていうのがあるんですけど。いや、強豪じゃないと思います。あ、何回言ってますけど、そんなに、まあ、失礼ですけど。いやいやいや、まあ、それで人数が多いのは素晴らしいですね。うまい選手が揃ってはないんで。中学っていうと全中に行きたいですか。全国中学大会にやっぱみんな出たいなと思ってるんですか。それとも高校に。いや、そこも僕もよく分かんないんで。だいたい全中ですよ、ね、全中目指すんですよね。そうそうそう、そうですよね、最初は。だその中学が何を目指しているのかが分かんないんで、僕根本的に。でも全中ってそんな、こうなんか一個だけ急に全勝は結構なんかわーってなるし、高校サッカーは当然わーってなるけど、全中だけ急にどこが強いのってなりません、ね、なんか。そうです、ね、まあ、青森山田とか。あ、まあ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 、まあ、やっぱり中高一貫、神村とか。だから中高一貫のとこが強いですよね、やっぱり。でもなんかあんまメディアでほら、あんまりこうね、取り扱われないじゃないですか。まあまあまあ、まあ、中学はこうなんかスポンサーがついフジパンがとかね、あるじゃないですか、ね、アルタラパンがとかね。だからほら、全中もそうですけど、ほら高校のインターハイも選手権よりそんなに盛り上がらないじゃないですか。だからそこなんか難しい。難しいですよね、はい、中学は一番こう、なんかね、小学校と高校は結構ね、盛り上がるということあるんですけど。でも大学もそんなにね。あ、そっか、はい。大学はもうだから結局、もうプロ、高校からプロに行くかどうかのこう分かれ道やから。さっき河野さん言ってましたけど、大学行ってしまうと中からそこからこうプロよりっていう方の道がちょっと狭くなるようなね、僕は気がするんですけどね。だから J のユースから上がる方がやっぱね、まあ難しいですけどね。難しいですね、本当に。上がってじゃあトップチームで活躍するっていうのをね、なんか難しい。 J のユースってほんの一握りの人数少ないですから。そうですよね、上がれる。全国に40の J クラブの中の、もうだってだから1000人もいないわけですからね。片や高校は4000校ですからね。だから圧倒的に高校サッカーの人数多いですから。そうですよね。だから全国高校サッカーを目指したいっていう子どもたちはまだまだいますからね。圧倒的ですね。J ユース行っちゃうとこうね、まあなんたら杯とかあるんでしょうけど、そんなにこうね、やっぱこうメジャーではないっていうのはありますからね。まあでもなんかこう一生のスポーツにサッカーがね、まだなってないっていうのが日本のこうね、底辺の。まあそうですね、ね、言ってましたけどね。まあ途中でやっぱりあまりにも追い込んで やらせすぎるから、やっぱり途中でどっかでやめちゃう。どうなんですか、また本次2号出したいじゃないですか。ああ、ファッションの次。ああ、本を今作ろうと思って。あ、ま、前ここに出演させてもらった小沢一郎君と一緒に、はい、今本を作ろうとしてるんですけど、はい、なかなかちょっと進まなくて。なんでなんですか、遅れです。進むでしょう。
ファッションの次ね、いやセッションとかね、なんか分からへんけど適当なことじゃないの、そうやってファッションの次はセッションとかね、途中まで進んでるんですけど、あの、どんな感じの悩みをするんですか。いや、まあ育成ですね。育成の、はい、あの本読んだ方がいいですよ。僕結構共感、ね、結構ね、セルジオさんとかも言ってることと、なんかこうセルジオさんもそうなんですよ、高校あ僕の本読んでもらったんですよ。読みましたよ、ありがとうございます。もう、なんか5回ぐらい読んでますよ。もう記憶、はい、本当にもう本なしでも、なんでそうさ、大きくするの。ファッションからセッションへみたいな。本当に持ってますから、僕飾ってますから。ありがとうございます。ああ飾ってるね、飾ってます、はい、家にね。いや、家に、うん、でこうやってこう写真撮ってますから、こうやって掲げて山の上で。もう一応、もう1億ぐらいの話するからね。1億、1億ってすごい、そんな人いないでしょ。いや、あなたがいる。あ、そうですか。ちょっとじゃあ来月ね、どういう状況になったか、はいはい、多分来月でフィニッシュになる可能性が、フィニッシュなんかありえるわけないじゃん。フィニッシュになったか、来月ホタルの光お願いします。いやいや、なるか、そんなもん。ホタルの光行くからね、中学まで。いや、本当に中学の練習って夕方そうや、なんですよ、中学の練習かもすぐ。いや、夕方でいろいろほら、個別練習ないない、そんなもん。あるかい。ごめんなさい、ね、あの、ホタルの光お願いしますね。大変ですよ、そんなんしたらもうね。はい、ということでじゃあ続いての曲お願いします。はい、ルシアでパーティーチューン。Such a spot for fucking slum makes me me free for a port. All I'm back on this DJ. 最後のパーティー中は今日ぐらい楽しもうよ。自由に Oh yeah. Party, party tonight. Oh, let's start right now. Party, party tonight.ここからは奈良橋三好のこの商品にアシスト。さあ、ということで今回ご紹介する商品はこれ。知ってます、エンゼルパイがこんなちっちゃくなってる。知ってますよ。ミニは知りませんね。え、はい、ミニ、あのでかいやつ美味しいのにね、はい、美味しい。いや、でもほらでかいやつだと、はい、三好さん食べ過ぎになっちゃうから。そうなんですよ、はい、そうそうそう、だから小さい方がいいでしょ。はい、ミニ。そうなんです。ちょっと説明してもらっていいですか。はい、本日ご紹介するのは森永さんのミニエンゼルパイバニラです。エンゼルパイの最大の特徴はチョコレート、マシュマロ、ビスケット、この3つのコンビネーションが生み出す食感。はい、チョコレートの滑らかな甘さと柔らかビスケットの優しい歯ごたえの後にくるマシュマロのふんわりもっちり感が絶妙なハーモニー。頬張った瞬間に美味しさが口いっぱいに広がります。ということです。おーい、はい、本日ご用意したのはそのミニサイズ、直径およそ 3.5 センチ、はい、マシュマロをサンドした独特の食感と味わいはそのままに、ぎゅっと小さくなったエンゼルパイ、個包装タイプなので、まだ読み合ってない。まだまだまだ298円です。298円の税込みですね。298円、はい、高くない。え、1個298円。1個ってこの1個なんだよ。違う、あのでかいやつで298円やのに、なんでこのちっちゃいやつが298円もするの。え、なんか間違ってない。あのちっちゃい、でかいやつあるやん、はい、あれが、あれはだって298円でしょ。え、そうでしたっけ。今もっと高くなってるんじゃないですか、っていうことですよ。あ、そっか、はい、確認したの。してない。ほら、いや昔ちっちゃい頃安かった。昔でしょ、これは。ちっちゃい頃って何十年前、何十年前、30年ぐらい前。ほら
物価がね、変わってますから。あれ1キュッパーとかでよくスーパーで売ってたのに。なってますよね。こんなちっちゃいのがそんな高い。でもよく値段覚えてますね。いや覚えてます。あれ食べてたんですか。あれ食べてた俺。あれとあのふわふわの方、シフォンケーキみたいなやつと、あれをセットで2個で3キュッパーとかで売ったんですよ。特売で。30年前は。30年前。マシュマロね。なんとなく入ってる。美味しい？うん、なんとなく入ってるマシュマロ。マシュマロって。マシュマロ好きですか？僕あの焼くやつが好きです。あ、キャンプ。キャンプマシュマロ。これ普通のやつが食べれないんですよ。あ、そうなんです。僕マシュマロあんまりダメです。そうです、僕もそうです。でも俺が子供の頃にもあったから、もう50年ぐらいあるってことですよね。いや、だからすごいヒット商品盛り上がる。すごいですよね。エンゼルパイ。エンゼルパイ。これだから食べやすくていいんじゃないですか？いや、だからこれぐらいですからね、ちょうどね、太らなくて。小腹がね。これすぐ食べてまうんですよ。そこがなくてて、これ1個全部食べちゃうじゃないですか。そうそう、だから結局一緒なんですよ。そこ我慢しないと。え、我慢できます？あ、できるか、その体ですから。あんまりじゃあ甘いもん食べないですよ。河野さんどうしてるんですか、ご飯。いや、食べてる。僕も外食が多いですけど、だから、いや、だから僕も本当は節制しなきゃダメですよ。気をつけて。え、でも痩せてるじゃん。いやいや、痩せてないです。え、嘘。いやいや、だからもっと痩せないといけない。いや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 、奈良橋さんなんて本当に太んなくていいですよね、本当に。食べてないですか？食べてますよ、ちゃんと1日3食。いや、それはそうだけど、はい、食べて太らない。まあ、お酒まず飲まないですもんね。はいはい、完食もあんましないんで。あ、お菓子とか食べないもんね。みさん食べるでしょ。僕ね、いやだから結局ご飯食べずに、ま、家にあるもんでこう済ましてまうからダメなんですよ。自分で作ってしないし、当たり前けどね。そうなんですね。そうなんですよ。フライパンでも持ったことないでしょ。あるわ。ありますよ、そんなもん。包丁はある。いや、あるけど、そんな数えるほど。数えるほどですね。どうなんですか、女性から見てこういう三好姓のこう生き方は。生き方、うん、しょうがなくないだって。どうなんですか。まあ、料理ができる男性の方が私は好みですけど。いや、どうしようって料理。いや、僕はあのやらないです。はい、やらないです。そうですよ。だからしょうがないですね。でも料理する人の方がやっぱりいいんですよ。本当に。はい、モテます。料理する方がいい。料理教室とか店に行けば。気持ち悪くない。え、気持ち悪くない。やってみてください。じゃあどうして、ウーバーとかなっちゃうんですか。ウーバーか、そう、まあ食べに行くか。でも僕の家の近所が逆に言うとスーパーないんですよ。あー、まあね、あの家の、うんね、近所が、はいはいはい、コンビニしかないから、うん、コンビニか食べに行くかですよ、うん、どっちかしかないです、うん、ファミリーマートしかないです。コンビニで何食べるんですか。コンビサンドイッチ、おにぎり、お弁当。でもね、飽きるんですよ、コンビニは。飽きますね。もうなんか、そう、飽きちゃうときどうする。飽きたら、飽きたらもうすぐ外食です。で、ちょっとまあ、我慢してパンかなんか買ったりとかします。パンってダメなんですね、一番。そうですか。はい、パン、菓子パンが一番ダメなんですね。あー、食べそう。食べそう。菓子パン、何パン好きですか。ピザパン。あ、好きそう。ソーセージピザパンとか、あれ大好き。あれです。結局高カロリー。ここちゃまでは。そうそう、だからダメなんですよ。ちょっと舌がダメなんですよ。かわいいです。そう、あと粒あんのこうちっちゃいパンが4つぐらい並んでるやつの。わかる。あんパンと薄皮のやつだ。あ、4個ぐらいだ。それいっぺんに全部食べちゃう。そう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 。これもう一番ダメじゃないですか。あれって、あ、ちょっとずつ食べれるんですけど、結局テレビ見ながら4つ食べてもたと思って、全部食べてもたっつって、いっぺん食べて。そう、奥さん言う人はいいよ。それはなんかお味噌汁出てきたりするんでしょ。知らんけど。お味噌汁知らないんだけど、うちの家庭のこと。知らんけど、うちの家庭のこと。息子さんどうしてんやろ。沖縄にも。いや、だから沖縄で。だからもうね、うん、いいよ、聞け、三好。はい、お願いします。何回も言ったよな。ほうほうほう。もう結婚してるって。あ、お前聞けよ、ほんと三好。お前さん、ほんま何回も聞いた、これ何回も言ってるでしょ。そう、結婚したんや。で、嫁がいるんで大丈夫なんです。そうや、もう来月ホタルの日からお願いします、ほんとに。そうや、結婚したんや。もうあのちっちゃい頃しか知らんもん。結婚してる、ちっちゃい頃。今の若い子って結構みんな料理できるじゃないですか。うちのシュートもイギリスでご飯自分で作ってるらしいです。やっぱ物価が高いから。あ、そこでね、イギリス多分外食みんなできないです。できないです。自分で作るしかないじゃないですか。シュート君とか似合いそうですね。あ、できそう。できそう。いや、わかるわかる。できそう。わかるわ。イメージ湧くでしょ。わくわく。湧きます、ね。湧く、湧く。湧く、湧く。あ、シュート君はできそうや。できそう。できる子。彼結構そういうちょっとエロいとこあるもんね。あ、こういう、こういうので。うわ、エロいとか。エロい料理作りそう。今イギリスで聞いてるかもしれない。いや、聞いてると思いますよ、これ今。エロいやん、エロい。僕だ、この間ドイツ行った時に会おうと思ったらもうおらへんって言うからさ。ああ、そう。あ、そうなんですか。あ、そう、ドイツ行かれてますもんね。そう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 。ドイツからイングランド行けばいいじゃないですか。時間が本当に。ベルギー行ったりとかしてる間になんかどん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 、あ、
いや次回行きますよ次回。一応もうこれはドイツ行った時ベルギー行ってました。あそうかそうか鈴木武蔵君とこの試合行ったから。そうなんです。僕はね、あもう一個あるじゃん。これはい、シェリーレイブという商品になります。はい、シェリーレイブとはフランス語で愛のある夢という意味で、花や香りで愛のある日常生活を過ごすことをコンセプトに立ち上げられたブランドです。これ棒刺して、すごいいい匂いです。はい、花の色や香りは人の生活を豊かにすると言われています。で丁寧にね、一つ一つ手作りしております。また独自のルートとして流通の少ない宮古島産のお花を使用した商品やギフトセットも販売しております、はい、終わり？ありがとうございます。宮古島産のブーゲンビリアとかね、ハイビスカスいいんですよ。そのために宮古島にすればいいんじゃないですか。いやだからね、どうなんですか、どうしようかな。移住ね。でも行ったことないんですか、宮古島ってやっぱいいですか。いやちょっとこうね、今は沖縄の本島はもうできすぎてるし、はい、石垣もちょっとね、ちょっともうだいぶ出来上がってきてるんで、本当の自然が残ってんのって宮古がちょうどバランスが、で車の社会なんですよ。で石垣は船の社会なんですけど、やっぱ車の社会で全部の島、池間島とか行けるんで楽しい。僕沖縄は一周したことあるんですけど、宮古島行ったことないんで。いやもう宮古のがまあ一回り狭いんですけど、そっちの方がでも4時間ぐらいでもある。へえ、楽しい。行ったことあります？ないです。あ、宮古、でもね、僕も宮古行くんやったらそれこそ韓国行った方が楽しいと思う。あ、そうです。同じ金額出すんだからなんかね、また楽しさの質が違うんですよ。まあまあまあそうなんですけどね。なんかさらに宮古島じゃないですか。でも宮古島カップルとかで行った方が確かに楽しい。もうなんか水着とか着てキャ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 やった。リゾート、そうそう、何もしない幸せ、ぼーっと、ぼーっと二人でぼーっとするのが幸せね。ちょっと金出せばね、お金出せばちょっとなんかプール付きのね、固定費とかも、はいはい、高いけど、だって5万人しか住んでないのにホテル乱立ですよ。この間もヒルトンできたし、へー、言ってますよね。そう、ヒルトンできたし、もうすっごいですよ。あと大野くんとかいますよ、嵐も。へー、まあ、移住、補完移住って釣りばっかりしてるんですよ。へー、はい、伊良部島で。大野くん、僕誕生日してるんですよ。すごい、へぇ、いや、なんかいろいろ出るんですよ。あ、そうなんですか。僕、竹野内豊かと一緒なんですよ。似てるでしょ、だからあらあら、ね、似てるって。もう、まあ、話いいですか。見て、あのスタッフさんハート出してくれた。来月お願いします何をお願いすんの。ホタルホタルって光ね。ホタルの光ね、確かに。いや、確かにちゃうわ。そうそうそう、だからね、あれですよ。でもな、ね、そんなに韓国って楽しいんですか。何回いや、僕は何回目やろ。3、4回行くんですけど、楽しいですよ。楽しい。だから美容興味ないでしょ、うん、美容。でも焼肉食いに行くとかないですか。いや、焼肉だったら、コウさん、近所の焼肉でいいかなと思うんですよ。まあまあまあ、そうですけど、まあ、雰囲気が。そうそうそう。だから、そのなんか嫁とかがいいんですよ。キムチはキムチ。キムチ美味しいです。キムチ、新大久保でいいじゃないですか。いや、だから違うちょっと味違いますね。ちょっと味違いますよ、うん、必ずもうとお通しがキムチなんですよ。あ、そうなんで、朝はおかゆ食べるんですよ。うん、あ、なんか言ってたわ、うちの嫁が。そうそう、でもちょっとね、物価がだいぶ高くなってきてるんで。そうですね。そう、まあ、昔は安かったですけどね。そう、あんな楽しかったし、今唯一タイももう勝てなくなってきてますから、うん、そう、タイもだいぶ近づいてきて、あんなね、10分の1って言ったのが、はい、そうですね、もういい分に近いぐらいになって。僕も去年タイに行った時も、もうそんなに昔のような、ね、安くない、安いって感じはなくなりましたね。ちょっと安いなぐらいです。インドネシア、バリがようやくまだちょっと安いなっていう感じですけど、もう高いとこ行ったら全然勝てないです。本当円が弱くなって悲しい、悲しいですよ。いやもう円ね、全然ダメです。だって日本人行ってもあんまり喜ばれない。もう逆に逆に、あ、昔はあんなに日本人来たら使ってくれるしね。もう大歓迎ですよ。いや、そう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 、今全然ですよ、そんな。そうなの。アジアって逆に日本が一番安いから、みんな日本安いから行こうぜって言われる逆にね、寂しくなってきましたよ、本当に。そうなんか、ね、結構だからね、海外の方来てますもんね。いや、そうですよ、日本ね。日本ね、だってお寿司とか5000円でこんな食べれるの安っって言ってみんな言ってるんですよ、昼そうそうランチ。そうそうそう、だって向こうやったらカップラーメンとかが1000円するし、普通にラーメン食べに行ったら5000円するんですね。5000円のラーメンなんか食べたないじゃないですか。例えば韓国とか、うちのハワイとか、ハワイね。うちのシュートもだってロンドンでマクドナルド行ったら2、3000円。そう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 、これの僕がパリって言ってた。そう、マクド行けって言われるんです。まず物価を知るならマクドのビッグマックを食べろって言われるんですけど、マクド行ってセットしたら2500円って誰がこんな食べるんです。そんな美味しいですよ。
日本の美味しいです、しかも、でも買ったんですよ。あれマクドでも違いますよね、国によって味がね。国によって違いますね。なんかちょっとめちゃってするんですよ、海外。フランス？フランス。日本は美味しいです。多分日本は一番美味しいんですよ。美味しいですね、やっぱ食べ物は。で、あんな安いんですよ。ちょっと100円上がった時こんな怒られてるのにね。まあ、ね、海外ね。2500円、オーストラリアも2500円ぐらいしましたから。そうなんですよ。高い。高い。やめとかへん。日本がいい。日本にいいよ。みんな海外行きたい。ねえ、もう行かなくていい。行くんでしょ、私韓国、台湾行くんでしょ、ね、はい、僕台湾行きますよ、はい、台湾。奈良さん最後行ったのいつなんですか。僕最後行ったのが2019年ですね。あ、それは名前ですよ。なんどこで行ったの。仕事、ブラジルで、ブラジル行って仕事です、2019年ブラジルで何があったんですか。 U17 のワールドカップがあってブラジルで、それでこう仕事で、はい、行って、それっきり行ってないんです。あ、そうなんですか。だから僕カタールワールドカップ仕事あったんですけどね、あ、スパスポーツ行ってそんなしてます。忘れちゃってるんですよ。確かに。パスポートで仕事できなかったんですか。はあ、それできなかった。コロナ禍だったんで、うんうん、切れてるの全然分かんなくて。え、更新しました。もう一回しました。あ、よかったよかった、うん、一応一応一応ね、まあ、いつ仕事来るか分かんないですからね。でも一応しました、はいはい、ね、写真撮って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 ちゃんと行きましたよ。パスポート撮りました。ちょっとじゃあ次回行くときね、一緒に行きますから。どこ、僕が海外行くときアテンドしますから。いや、いいですよ。いや、それはいいです。確かに、はい、あなたに何も言いませんから、ね、何も言いません。すぐ知らない。安心してください。待ってください。では、ここで一旦 CM です。シェリーレイブとは、花や香りを通じて愛のある日常生活を過ごすことをコンセプトに立ち上げられたブランド。香りの良いアロマオイルと一輪一輪厳選したお花で作られたシェリーレイブのアロマリウムはインテリアの一つになり、スティックを刺せば優しい香りに包まれた心地よい空間を作り出してくれます。さあ、エンディングとなりました。いよいよ11月が関東リーグへの、はいはい、昇格がかかった一戦ということなんで、3試合、これ3試合は結構詰まってるんですよね。あ、 土曜日1試合やって勝ったら日曜日回って で、ね、でまた翌週1週空いて、その翌週にあの土曜日やって、はい、ずっと勝っていったら、まあ、日曜日は決勝になるでしょう。決勝ということで、まあ、3回勝って決勝まで行ったチームが、はい、の2チームが関東リーグに昇格できる。そうですよ。関東も16チーム中 2チームしか上がれないっていう厳しい戦いを、はい、で1部2部制ですからね、関東リーグは。そうです ね、はい、これだから J まであとその上が JFL があって、J3 です。じゃあ J3 か、JFL がまだあるもんな。ありますね。だそこに上がるとこはまた大変なんで。大変ですから。大変なんです。で J3 になってもっと大変ですから。まあそんな一つ全部そうなんですよ。ねえ、一つ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 ね。だって今湘南が厳しいでしょ、最下位でしょ。そうですね、 J はね、ね、危ない、ね、J2 だとね、大宮が危ないし ね、 そうですね、上がってきたりとかしますから、ね、え、2チーム落ちるんですか今年は。 J1 は1つ、はい、あ、1チームだけ。はい、で、なんかこういろいろ、はい、こうチーム数をガチャガチャってやってるのが、はい、全部統一するんですよね、はい、あ、多分20チーム ずつにするんですよ。そうですね、はい、言ってましたからね。だから今年は J1 は1つ1つだけと、はい、上がってくるのは何チームですか。上がってくるのは3じゃないですか。3上がってきて1落ちる、はい、だから今年当たり年ですね、はい、今年はそうですね。まあでも当たり年って1年そう、でもおかしいですよ。1年いって結局落ちたらまあそうです、ね、そうなんですよね。ずっとこう定着することが大変ですからね。そうです、ね、1回落ちると上がるのって大変じゃないですか。もうベルディじゃないけど、だから J2 も半分以上はもう、だってもう、ね、ジェク千葉なんてもう十何年上がってないじゃないですかね。モーミヤもそうじゃないですか。そうなんですよ。この間渋谷はジェフと試合したらしいんですよ、練習試合。7月の終わりやってましたよね。そうそうそう、0-3で負けてましたけど、もう3-0で負けて、もうでも圧倒的に違うって言いました。そりゃそうなんですよね。そりゃそうなんですよね。5段階ぐらい上ですからね。そうなんでね。え、じゃあ試合の日程とか決まればホームページで。そうですね、もちろん、もちろんそうですね、されるし、あとなんかまあ、はい、SNS で、このさんの SNS で、まあ、そうです、はい、発表されるということで、ぜひ、はい、千葉県が開催、そう、地元の千葉県が、ね、あの大会開催地なんで、はい、ぜひ皆さんに応援に来ていただければありがたいです。私も渋谷側で行きますから。はい、ね、当たったらどうしよう、ね、その可能性実はありますからね。いやいや、当たったらね、全然、うんうん、これ当たったらまあいいや。難しいもんね。難しいっすね。当たった時はぜひ奈良さん応援来てください。ね、千葉ですから。どっち側の応援に来たんですか。どっち側にするかあれですけど。いや、僕はもう河野さんです。あ、出た、やらしい。
だって僕は千葉出身で、あ、そうかそうか、鳥もいる、そうですよね、鳥もいる、はい、千葉出身で、ぜひ皆さん、はい、このね、行方を見守っていただきたいと思います、はい、ではまた次回の配信動画でお会いしましょう。さよなら。